どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は検証をします。どんな検証かっていうと、どの装備が一番火力が出るのか、それを検証していきたいと思います。つける妖怪ですけども、サファイニャン、こいつで検証をやっていきますね。妖術系の妖怪って、大体、鬼神のバッジ装備するじゃないですか。これが素早さが上がるんだけども、サファイニャンは、もうすでに素早さが素の状態で230あるので、結構十分なぐらいだよね。なので、ここに、これ、水の指輪、水の威力がアップするっていうやつ、これを入れるのか、もしくは、鬼神の指輪、妖力を50アップしていくのか、これがね、どれが強いのか、はっきりさせたいと思います。妖力が強いのか、属性攻撃が強いのか、はたまた素早さが高いのが強いのか、さあ、どれが強いんでしょうね。とりあえず今日は赤鬼を倒して、そのタイムで決めていきたいと思います。では、行きましょう。まずは、鬼神の指輪ですね。素早さを上げた編成でやっていきます。では、どれぐらいで倒せるのでしょう。いけ。いくよ。どれぐらいだろう。早くしましょう。でね、やっぱりね、育てるにあたって、個体差がね、結構出たんだよな。真ん中のサファイニャンだけ、結構弱い。素早さがね、200かな、素の状態で。で、一番左のサファイニャンは、素の状態で、素早さ230なのよ。全部、バランスいいように冷静で上げてます。確か冷静が妖力と素早さが上がるやつなんだよね。それで上げたにもかかわらず、だいぶね、差がついたんだよな。まあこれが元々の個体の強さなんだろうけどね。もうちょっとで倒せるね。まあこの敵がガードするとか、それも運のうちだとしましょう。さあ、どれぐらいで、いやいや、ガード長いって。まあ、それぐらい、スピードが速いんだろうな。倒しました。1分13秒です。1分13秒で、倒すことができました。はい。これが、鬼神の指輪、鬼神のバッジだね。バッジ。素早さが50上がるってやつ。はい。1分13秒。これが早いのか遅いのか。まあ、次、行ってみましょう。それでは、続いて、装備はこれですね。水の指輪、水の威力がアップするっていうやつ、です。さあ、これで、行ってみましょう。素早さがね、200から230ぐらいだね。ハマっとるぞ。あなたハマってるよ。よし。行きます。では、スタート。だね。どうだ？どうでしょうか？あのね、威力は全然違うわ。威力がね、ガツンと上がる。まあ、ただ、あとは、攻撃回数だよ。攻撃回数。それがね、多めだったらいいよね。おいおい。いたたたた。大丈夫。なかなか、早くないこれ。待て。これは、思いっきり食らっちゃうな。大丈夫か。はい。若干回復が多いな。一発一発は多いけど、敵の攻撃は結構食らう。はい、倒しました。1分7秒。1分7秒だね。
あー、まあ、敵が攻撃してくる回数は若干多かった。若干多かった。うん。なので、まだわかんないけども。まあ、こんな感じか。じゃあ次は、揚力を上げるために、鬼人の指輪か。あれを装備してやってみましょう。どれぐらい変わる？さあ、それでは、最後はこの装備だね。鬼人の指輪、揚力が50上がる。まあ、守りがね、50下がるんで、結構なデバフなんだけども、行ってみましょう。3体とも、鬼人の指輪ですね。行くぞ、赤鬼。さあ、どうだ。じゃあ、行くね。スタート。威力としては、さっきとそう大差はないね。あ、でも、防御力が下がったっていうので、結構きつくなるか？どうだろう？おい！回復はちょっと必要になってくるか。いけいけいけ。押して押して。うん、でも、十分なぐらい素早さはやっぱりあるね。ああ、いいぞいいぞいいぞ。取り付けをした時の攻撃回数は、えぐいぐらいあるね。うん。まあ、真ん中のやつはちょっと素早さが、だいぶ遅いんで。おお、いいやつ出た。いいやつ出た。はい。あとどのぐらい、ああ、ちょっと時間かかってるか？うん。ちょっと今回は時間が、はい、倒しましたね。1分10秒です。1分10秒か。そうか。なるほど。こういう感じです。はい、それでは検証終わりました。こんな感じでございましたね。ちょっと、予想外の感じになりました。まず、最初に装備してた、鬼人のバッジ。これを装備した状態で戦ったのが、1分13秒。1分13秒、倒すのにかかりました。そして次に装備したやつ。これ。水の指輪。これがね、倒すのに1分7秒。だね。少し早くなりましたね。で、続いてが、これ。鬼人の指輪。これが1分10秒でした。まあ、全部そんなに変わりはなかったよね。うん。この鬼人のバッジがちょっと遅めだったけども、最後、赤鬼がガードしなければ、絶対早かったもんね。1分10秒は全然切ってたと思う。1分9秒、1分8秒とか、それぐらいで倒せてたはずなんで、この装備、全部、変わらないぐらいです。強さとしては、変わらない。まあ、妖術系はこんな感じかな。なので、まず、鬼人の指輪、これは守りが50下がっちゃうので、却下です。これは弱い。間違いなく弱い。これを装備するぐらいなら、属性のね、指輪を装備した方が、同じダメージを与えますし、まあ、こっちはね、その属性に弱くはなるのよ。弱くはなるんだけども、基本的に食らうダメージって、物理攻撃だから。やっぱり守りは高くないといけないので、鬼人の指輪は却下。こっちの方が、属性指輪の方が強い。と思います。いや、これ間違いないね。うん。で、そしてこれだよね。鬼人のバッジ。やっぱり素早さが高いっていうのが良かった。攻撃回数が、やっぱ上の2つの装備よりも断然多かったもんね。敵を全然攻撃させずにずっとこっちのターンみたいな感じでやれてたので、やっぱり素早さってすごいね。確かにこっちの装備だったら、鬼人のバッジよりも、1.3 倍とか 1.4 倍それぐらいのダメージは出せたのよ。それぐらいのダメージは出せるんだけども、
やっぱり素早さってめちゃくちゃ大事だなっていう風に、今日は再確認したね。ただ今回の検証が鬼だったのよ。まあ一番弱い赤鬼なんだけども、あいつも結構素早さ高いもんね。攻撃頻度が結構あるやつなので、こんな感じだったけども、おそらく普通の敵、他のボスだったら無限地獄にいる、おそらくこっちの方がいい。おそらくこの280とか素早さがなくても、こっちで攻撃しても全然攻撃回数が上がってくると思うんで、鬼以外は水の指輪で、鬼と戦うときは鬼人のバッチ、これがねいいと思います。はい、やっぱり素早さって大事なんだね。はい、そういう検証結果でした。ということで、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。